ナイトパッセージはアメリカのエレクトリックジャズバンドウェザーリポートのアルバム1980年に発表された。ほとんどの収録曲は1980年7月にロサンゼルスのコンプレックススタジオにて2日間で録音されている。そのうち2曲はクインシー・ジョーンズなど音楽業界人も含め250人のオーディエンスをスタジオに招き入れライブ形式で録音したものである。 マダガスカルのみ、同年6月に大阪フェスティバルホールで行ったライブ演奏を収録している。パーカッションのロバート・トーマス・ジュニアは、このアルバムから新メンバーとして参加した。ナイトパッセージでは、これまでのアルバムで聴くことができた楽器を何重にも重ねて録音するという手法をやめている。その結果、古典的なジャズの伝統にのっとった単独での即興演奏が、 全面に出てくることになった。なお、3ビューズオブアシークレットは、その後、ジャコパストリアスのソロアルバム、ワードオブマウスでも再びレコーディングされた。アルバム発売時期のコンサートツアーより、ありがとうございます。